おはこんばんちは、ホエイのユミです。前回の予告通り、元の話をしていくよ。前に使った単語を出したりするので、まだ見てないよって人は、下の概要欄に載せてある動画を見てみてね。前回の動画で、近的用の的と遠的用の的がある、という話をしましたが、他にも種類があるので、近的用、遠的用と合わせてざっくりと説明していくよ。まずは、近的用。大きさは直径36センチの円形で、模様は霞的と星的と呼ばれるものの2種類あります。この画像を見てもらいましょう。霞的と星的はこういう模様。模様のしましまや真ん中の円形の大きさも決まっているのだけど、今回は、割愛。中学や高校、大人の試合だと霞的が多くて、大学の試合だと星的が多いのかな。うん。これは、競技団体が違うからかな。うん。このあたりはいつか簡単に説明ができたら、いや、どうしようかな。はい、次。遠的用。大きさは直径1メートルの円形。遠的競技は的中性と得点性がある。という話を前回しましたね。的中性は、近的の霞的と同じような模様。霞的の場合は、直径79センチや50センチの的もあって、順位を決める際に用いられることがあります。得点性は、なんか、カラフルですね。両方とも、近的用と同じで、円の大きさの比率は決まっているんだけど、割愛。近的、遠的用に関して簡単に説明すると、こんな感じかな。他には、的の大きさが8寸。つまり、24センチの的。これも、霞的と星的の両方ありますが、大会とかの的中性で、なかなか決着がつかないときに、難易度を上げる目的で使われる場合は、確か星的だったはず。うん。大会以外だと余興などで使われる的で、3寸。だいたい9センチくらいの大きさで、黄色の紙を貼った金的。と呼ばれるものがあります。うん。うん。金的。28メートル先の9センチの的、想像できます?大体こんな風に見えます。これ、難しいは難しいんですが、無理ゲーというわけでもなく、意外と当たっちゃうんですよね。不思議。余興的といえば、他には、扇的や線的と言われる、扇の的とかもありますね。うん。これは、大きさ的には、一般的なセンスくらいの大きさで、日の丸が書いてあることもあれば、白文字に何かしらの文字や文章を書いて願掛けのようにすることもあるかな。いろいろ。うん。他にも、催しによっては、木の板や鉄板というものもあったりします。人によっては、厚さ1ミリ超えの鉄板を射抜くというのだから、すごい。
さて、金的、陰的の的や余興で使う的と、いろいろ紹介してきて、大きさや模様の違いがあるという話をしたけれど、数字とかはまあ、置いといて、いろいろな的があるっていうことだけでも知ってもらえたら嬉しいな。うん。ということで、今回の的についてのお話はここまで。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。